フランカはブラジルのサンパウロ州にある都市。1805年に創設された。人口32万7176人。この地方の歴史はバンデーランテスの時代に始まる。1722年、サンパウロからゴヤス州の近郊に至るゴヤスの道が建設された。街道沿いには村々が生まれ、近郊探しの駅と呼ばれるようになった。このうちフランカは 生図の駅として知られていた。18世紀末、これらの駅に入植が始まった。フランカ一園の人口は1779年で1000人ほどだった。村々の組織化のため、直居によって会社が設立され、ポルトガル軍のマノイルでアルメーダに委任された。19世紀の初めには、マノエルの息子らが、 教会の建設用地を寄進し、神父のジョアキン・マルティンス・ロドリゲスから祝福を受けた。1816年、ジョアン六世によって公式にフランカ村が生まれた。1821年には、ミナスジェライス州がこの地域の併合を拡作したが、地元の抵抗にアイトンした。市の標語はこの出来事に由来する。一度、市名が、ビラフランカ・ド・インペラドールに解消されたが、 すぐに元に戻された。サンパウロ州北東部でコーヒー豆のプランテーションが拡大するのに伴い、多くの移住者主にイタリア系がフランカにたどり着いた。知識を獲得し、厳しい労働に耐えた移民は1920年代初の地場産業である靴産業を発展させた。1932年の五県革命では、6人の市民がサンパウロのために命を落とした。 現在も、市の財政は、コーヒー産業に支えられているが、一方で、ブラジルにおける、靴産業の重要な拠点ともみなされている。フランカは、サンパウロ州北東部に位置する。州の、第14地方の中心地で、サンパウロ州のバタタイス、クリスタイス・パウリスタ、パトロシニオ・パウリスタ、ミナスジェライス州のイビラシとクララバルと隣接する。気候は、温帯高地気候で、 10月から3月が雨季となる。気温は1年を通じて穏やか。カノアス川の流域に位置し、この川に水供給を負っている。フランカは標高1040メートルの高地に位置する。砂室の土地に草原が広がっている。森は傾斜地に分布する。出展、応用経済研究所データ。ありがとうございます。